ご視聴いただいている皆様、こんにちは。道具やすじの旅前編いかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。というわけで本日この動画はですね、道具やすじの旅後編になっております。前編をですねまだ見てないよっていう方がおられましたら、ぜひですね概要欄のリンクより確認してみてください。ということで今ですねいたのが難波の道具やすじにおりました。そこからですね少し移動したいと思います。この風景ご存知の方もね多いと思います。そしてねこれを見たらねお分かりになられる方もいると思います。そうです、天王寺に来ました。このね天王寺のこの動物となればもうね天王寺動物園ですよね。天王寺って動物園は少し離れたところにあって、その辺りはね新世界ともいうふうに呼ばれてるんですね。ですので今回はですねその天王寺駅の一つ隣の駅ですね、動物園前で下車いたしました。もう勘のいい方はねお分かりだとは思うんですけれども、絶対パンと関係ないですよね。まあもしかしたら粉っていうところでねつながりはあるのかもしれないんですけれども、私のねちょっとした塩というかもう寄り道ですよねをしていきたいと思います。そしてそのね寄り道の風景っていうのを、まあ、せっかくなのでね動画でね皆さんにまあ紹介とかシェアしていきたいなと思って今回しております。ですので大阪に来たことがない方とか、もしくは天王寺新世界にね行ったことないよっていう方がねおられましたら、ぜひねこの動画でお付き合いいただければ幸いです。この動画を通してですねちょっとこうコアな大阪の街っていうのをね多分知っていただける機会にもなりますので、ぜひね皆さんも一緒にねこう巡った気分にねなっていただけますと、よりね楽しめるのではないかと思います。そういった風にですね思いながら今歩いてるのがですねじゃんじゃん横丁になります。ここにはですね、まあ、たくさんの飲み屋街があって、あとやはり大阪でねこの天王寺とか新世界で有名なですねどて焼きだったりね串カツのお店がたくさんあります。本当に2、3軒に1軒は串カツ屋さんっていうぐらい串カツが多いですし、結構ですねお客さんしっかり入っておられました。そしてねお昼から皆さんねお酒を楽しんでおられました。このじゃんじゃん横丁だったりこの新世界界隈って本当に独特な空気、独特なこう雰囲気がね流れてるんですよね。今までですね私京都に住んでまして、京都ではなかなかこういうところがなかってね、で大阪に来てから半年か1年ぐらい前にね友達にねここに連れてきていただいたんですよ。でなんかこう面白いなっていうふうに思って、それからですね、まあ、1ヶ月2ヶ月に1回ぐらいはですね訪れるようになりましたね。やっぱりですね天王寺とか難波からもそんなに離れてないっていうのは大きいですよね。そしてじゃんじゃん横丁を抜けてですね今こう商店街というかお店がね並んでる筋を歩いてるんですけれども、ここをね見ていただいたらね結構ねご存知の方も多いと思います。大阪のインタビューなどにはですね必ずと言っていいほどこの場所っていうのは出てきますよね。特にこの奥にあるつぼら屋っていう風にね書かれてるフグのね提灯みたいなのがねぶら下がってるじゃないですか。これってねもう大阪のここといえば本当にこれですよね。この感じがですね新世界、そしてね大阪っていうのをねこう表してるように思いますよね。うーん、面白いですここは。そして新世界っていう風にね呼んでるんですけど、それだとねわからない方もですね通天閣って言ったらわかるかもしれません。この通天閣っていうのは電波塔になるのかな、非常にね大阪では有名なところで観光地でもあるんですね。そういったところからしてですねお客さんが普通はねたくさん多くおられるはずなんです。ですが今はですねウイルスなどもねありますので、やはりねお客さんは非常に少なかったです。これですね平日の昼間に伺ったんですけど、平日の昼間でもここまで人が少ないのはね私見たことがないですっていうぐらい本当に閑散としておりました。そしてこのね通天閣さんがね行われている試みで、明けない夜はない、マスクの下は笑顔でっていうことです。皆さん本当にそうです、明けない夜は絶対にありませんし、こういったね雰囲気からどうしてもねネガティブな気持ちになってしまうと思うんですが、そこに引っ張られたらより良くない状況になってしまいますよね。ですのでこういったね日々の自家製パンライフだったり、どっか少し行く、そういった小さな幸せをね一つ一つですねしっかりと味わうことによって心が豊かになって、心も笑います。そうすると顔は自然と笑顔になると思います。というですね言い訳を前にね事前に用意しておいて、私は笑顔になるために串揚げのねだるまさんに来ました。ここね串揚げめちゃくちゃ美味しいんです。今まで私来たことなかったんですけど、友達にね連れてきてもらい、結構美味しいなって思ってね、それからね頻繁、まあ頻繁と言うても2、3ヶ月に1回なんですけども来るようになりました。
この串揚げ、まあ、串カツがまあメインではあるんですけど、それ以外の揚げ物っていうのがね非常に美味しいんですよね。そして私ね塩派ですこれね邪道って言われるかもしれないんですけど、私塩が大好きで、特にねこのさつまいもの串揚げに塩をかけるのが尋常じゃないぐらい美味しいんです。しかもねホクホクなんですよね。だから串カツを食べに来るわけではなくて、どちらかというとね串揚げ、しかもさつまいもを食べるのが私すっごく好きです。でもですね、いつもね同じものを頼んでも面白くありません。ですので今回はですね、少し冒険をしてカチョカバロチーズを頼みました。これねめちゃめちゃ濃厚でとっても美味しかったです。あの韓国のチーズハットクみたいな感じ、あれすっごい伸びるんですよね。あれと同じ感じでしたね。まあ、食べたことはないんですけどね。でもねチーズ好きの方にはね非常におすすめしたい、そんなね美味しいカチョカバロチーズでございました。いやー満足です。では早速家に帰って、今日ですね道具屋筋で買ったものをですね皆さんに紹介していきたいと思います。では家へレッツゴー。皆様ただいまでございます。そして申し訳ございません、お前は一体何しに行ってきたんだと。そうなりますよね。パンのチャンネルだろうと、道具屋筋の旅だろうと、何串カツ食ってんだと、しかも新世界まで行って本当にごめんなさい。せっかくねちょっと難波まで行ったので、帰りにね新世界に寄らせていただいてね串カツを食べさせていただきました。カチョカバロチーズ、そしてねさつまいもめちゃくちゃ美味しかったです。昼からねお酒飲むのも罪悪感が湧いたんですけども、ちょっといただいてしまいました。皆様許してください、ごめんなさい。ということでね、パンのチャンネルにね戻りたいと思います。本日の道具屋筋のね旅で仕入れたものはですね、まずこちら1点目、絞り袋ですね。これは布製になります。本来私ね今まではね使い捨てのプラスチックのやつを使ってたんですけど、やはりねプラスチックってこう衛生面とかがちょっと不安だし、あとねプラスチックって硬くてね手になじまないんですよね。ですがこういったね布製っていうのは何回か使うことによって馴染んできます。ですがやはりね衛生面は気になりますので、しっかり使った後はですね 2,3 回に1回は漂白して常に綺麗な状態を保ちたいと思います。そして次はですねこの絞り袋とセットになるものになりまして、金口になります。今回は丸型の6号を買いました。ちょっとねこれで作りたいなと思ったものがあったので今回ね仕入れさせていただきました。そして次3点目なんですけど、3点目がねスケッパーになります。スケッパーって皆さんご存知ですか？こちらですね、鉄、まあステンかな、ステンレスになるんですけれども、こういったねカードによく似てますよね。でもカードってプラスチックじゃないですか。だからねこれ用途がね違うんです。本来こういったスケッパーっていうのは生地を切るためにあります。そしてこういったカードっていうのはボールとか生地を発酵させてるところからこういう風に出す時に使います。ですのでプラスチックで柔らかいんですね。で変形もするからこういったボールの形に沿ってこういう風に使える。ですがこちらはですね金属ですので、もちろんねそういう風にはならないですよね。だからここには合わない。でもしっかりしてる分力が入るんですよ、こうトーンと上から。ですがこういったねカードっていうのは上から押さえた時に柔らかいから、こういう風にウニュウニュって歪んでしまって綺麗にね力を伝えられないっていうことは、そんだけですね生地に負担をかけてしまって例えば分割とかをしてしまいます。でも家のね自家製パン程度であれば少しの生地ですので、正直ねこれでも大丈夫なんです。でもやはり分割するときはこれの方が力が入りやすいし、あとね手首をね逆に痛めないんですよ。例えばねカードだとこういう風に切った時に上からトンってやるじゃないですか。その時にねこう手首がこういう風に歪んでしまってこことか痛めるとか、あとここにね変に力が入って腱鞘炎になったりするんですけど、ですがスケッパーの場合はですね、やはりしっかりしてる分上から押さえてもこれ自体が曲がることはないですよね。ここのこの倒れはあるんですけど、先ほどのカードみたいにグネグネってなることはないから、しっかりと力が下に入るんですよ。だからここをねやはり痛めにくいですよね、生地に負けずに。ですので使い分けっていうのが非常に大切なんですね。作業台を掃除したり分割するっていうのはこういったスケッパーを使うと良いですし、先ほどお伝えした生地を出す際、バンジューだったりボールに入ってる生地を出す際はその形に合う、非常にこうスムーズに出せるような形、変形するカードっていうのが非常に有効なんですね。ここをね理解していただけると、生地をね傷めずに分割、そして自分の手も傷めずに分割だったり、あとは生地の取り出しっていうのができると思いますので、
ぜひね、この機会にね、覚えていただいて、皆さんももしよろしければですね、このカードとスケッパー購入してみてはいかがでしょうか。そしてこのね、スケッパーを買う際に非常に大切なポイントがありまして、手に合うか合わないかっていうのは必ずね、持って確認した方がいいです。で、分割するときに、こういう風に分割する人とか、あとはここに引っ掛けて分割する人がいるんですね。で、これが、ここの幅、横の幅が例えば大きかったりしたら、自分の手に合わないと、すごいね、やりにくいんですよ。例えば小さすぎたらすごいちっちゃいし、大きいとこう届かないですよね。で、この幅もしっかり握れるやつがあれば、例えばここの幅がね、もっとちっちゃい円熱とかもあるんですよ。それって一回ね、必ず自分で持ってみないとわからないですよね。あ、だいたいこんなもんかな、じゃなくて、行って確認して実物を持って、あ、これしっくりくるな、あ、こっちいいなっていう風に判断してもらえる方が絶対いいと思います。で、安いから、あとはね、わざわざこれを見に行くのもめんどくさいなっていうのもあるとは思うんですよね。だからもう通販でいいかっていうふうに思われるかもしれないんですけども、それによって作業設定全然違うので、必ず行って持って、そして触って実物に触れて決めてください。本当に全然違います。いざ届いたら、なんかこれでかいな、やりにくいなみたいな風になりかねないので、そこだけはね、気をつけてほしいなと思います。そしてですね、最後の4点目なんですけども、4点目がですね、クープナイフの A をね、私買いました。で、このクープナイフの A がですね、何が違うのかと言いますと、今まで私が使ってるのはね、これなんですよ。ここにプラスチックの A があって、金属があって、刃を入れるっていう形で、この刃はですね、使い捨てで新しく変えることができます。例えばこの刃が傷んだら、この刃を取って新しいのに付け替えるっていうのもできるんですね。で、これはなんでね、私今これを使ってて、で、新しいやつを買ったかと申しますとですね、こういう風に持った時に、このこことここの自分の感覚がね、違うんですよ。だから、こう生地に当たった時に、ここがね、邪魔になるんですよね。こう行く時にも、ここを持ちたいんですけど、でもここだったらね、幅がないから持てないんですよね。だから仕方なく、まあここを持ってこういう風にやってたんですけど、ここがね、邪魔なんですよ、この角のところで。そこをですね、排除したのがこちらになります。これね、比べてもらったら分かると思うんですけど、ここなんですよ、ここの部分だけなんですよね。だからダイレクトにね、こういう風に持てるんですよ。で、すごいこうなると近いから削ぎやすいんですね。クープが入れやすい。例えばフランスパンだったり、普通に十字クープ入れるのも、これでこう入れるのと、やっぱこれでこう入れるんやったら、ここのね、距離がね、邪魔なんですよね。引っかかるんですよ、当たるんですよ。だからこれが私はね、やりやすい。で、実際パン屋さんではこれが使われていることがほとんどだと思います。一応その道具屋筋行った時に、一番上に緑のやつあったじゃないですか。あれはね、歯の交換ができないんで、歯が悪くなったら使い捨てになるんで、あまりおすすめしないです。うん、もったいないんですよね。ですので、基本的におすすめするのは、この A がついてて歯を切り替えられるやつ、 A にですね、歯が固定されてないやつがおすすめです。ですが、これはね、私の好みにもなります。ここがね、 A がしっかりしてるから、こっちの方が持ちやすい、やりやすいっていう人もいます。ですが、私はこの A がね、やっぱ邪魔なんですよ、ここが特に。だから私はこの A の何もない、この金属だけの部分ですよね、のやつを買いました。こうするとすごく近いところをこういう風に持てるから、そぎやすい。で、力が入りやすいんですよね。これだとこのままスッといけるんですけど、これだったらなんかこうダイレクトじゃなくてね、このプラスチックを挟んでる分、なんか感覚が鈍るし、このプラスチックやっぱ重たいんですよ、僕の感覚では。だからなるべく軽いやつで一気に去っていきたいから、私はこれを使ってます。これに関してはね、なかなかね、言葉では難しいです。実際使ってみて、よし悪しがあると思うんですよね。だから皆さんもちょっとね、機会があったらね、一回買ってみてください。めちゃくちゃ軽いです。これにね、使い慣れた方、これ持つと、え、めっちゃ軽いやん、めっちゃやりやすいやんって、もしかしたら思うかもしれないです。で、これによってやっぱり、クープの入れ具合というか、その綺麗に入る入らないってやっぱあると思うんですよね。うん、私はやっぱこれがやりやすいから、やっぱこれでやるとやっぱ綺麗に入るし、力の入れ方もね、すごいこれに自分のこう手がね、馴染んでるんですね。だから私はちょっとこれをね、ぜひとも買いたいなと思って、今回ですね、一番の目的で道具屋筋に行きました。これでですね、クープはガンガン入れていけると思いますので、クープのね、パンとかもね、ガンガン紹介できると思います。いやー、まあこれもいいものではあるんですよ、いいものではあるんですけれども、私はこっちです、こっちを愛用してます。でね、あとかっこよくないですかこれこれめっちゃかっこよくないですか。僕ね、このなんなのな、この武骨というか、この業務用っていうか、なんなのな、これ、このね、ビジュアルがね、めっちゃ好きなんですよ。
あのクープナイフって基本的にパン屋さん の, あのオーブンの前釜入れで使うことが多いから、オーブンに磁石を貼ってその磁石にねこういう風にピタって止めてるんですよ。だからこうオーブンがあったらオーブンの横とかにねこういう風にねついてるんですよね。もうこれがねめちゃめちゃかっこいい。特にオーブンとのセットがもうねうわかっこいいなってもう本当に思いますもん。もうここだけ写真撮ってあのパソコンの壁紙とかスマートフォンの、ね、待ち受けにしたいぐらいです。それぐらいね私これかっこいいなと思うんですよね。特にこれとそのオーブンとの組み合わせ何の話をしてるんやって話なんですけど、それぐらいね私ねこれ好きなんですよ。すごくかっこいい。どうですか皆さん思いませんか。そんなことないのかな、僕だけかないつか伝わったらいいなと思います。というわけでですね、私はですね本日この4点を購入いたしました。本当はですねディッシャーもね買わないといけなかったんですけど、もう完全に忘れてまして、なんでねなんでメモをしないんだっていつも思うんですよね。メモを確かに忘れる可能性も正直あります。ですがメモしないとそもそも忘れるじゃないですか。いつもやるんですけどなんかねいけるかなとか思ってねしないんですよ。あとまあめんどくさがりってもあるかもしれないんですけどね。いやまたちょっとあの近所に行った時はディッシャーだけ買おうと思います。いやしまったな。というわけで本日はですね道具やすじの旅をですね前編後編に分けてお送りいたしました。いかがだったでしょうか。前編は道具やすじを巡る動画になっておりまして、概要欄にリンクを貼っておきます。まだ見てないよっていう方がおられましたらぜひ見ていただけますと嬉しいです。そして後半はですねちょっと私ごと私のです完全なる仕様の寄り道プラス道具やすじで買ったですね商品を紹介させていただき、どういった時にですねこういった備品を使ってこの備品がどういうためにあるのかっていうのをね紹介させていただきました。ですので皆さんももしご機会がございましたら道具やすじの千田さんだったり淡路屋かけさんに寄ってみてはいかがでしょうか。ですが東北とかね関東の方はねなかなかこっちには来られないと思いますし、皆さんのねご自宅のご近所にある製パンとか製菓のね専門店に行って皆さんのね手に合う例えばカードだったりこういったねスケッパーを探してみてはいかがでしょうか。本日の動画が少しでも皆さんの役に立ちますと幸いでございます。ではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。この動画がよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたしますね。ではまたお会いいたしましょう。バイバイ。